こんばんは、4月の23日午後7時になりました、第391回ですか、しゃべくり松代の時間です。今日の松代なんですけれども、最高予想気温が25度、だいたい予想通りでしたかね。はい、暑かったですね。ということで、今日も生放送でお送りしております。今仕事から帰りまして、ね、新聞日なんですけども、一面もね、なんかこの北朝鮮とかですね、セクハラ問題、いやーだらせないな、こう社会面も不妊治療で死亡とかね、いい記事ないですね。一つね、そのメジャーリーグでね、大谷選手ですね、ジャイアンツ戦で、メジャーで初めてですね、4番に入りフル出場を果たしたってありますね。まあこれ一つだけですね、明るいニュースです。ということで、今日のゲストなんですけれども、町の公民館豊坂文館の文化庁さん、ゴードさんとですね、主事の村松さんにおいでいただきました。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。早速なんですけども、ゴードさん、この文化庁さんになれられたのはいつ、何年目ですか今年で。今年で3年目になります。ああそうですか、はい、村松さんは。私今年からですね。今年からっていうと4月、この4月から、4月から今1年目です。じゃあまあ生まれたてのほやほやで、はい、家に立ってるところですねまだはい、ありがとうございます。ところでね、その豊坂っていうと、この大自然素晴らしい、自然の豊かな中でどうですか、いいとこでされてて。そうですね、ちょっと聞いたら、とこによるとね、小学校なんかメダカ飼ったり騒がに飼ったりしてるそうなんですけども、公民館じゃ飼ってねえよね。飼ってません。飼ってませんね、はい、はい、そうですよね。どうですか、その何か大自然の中でいいところなんかありますか、こんないいことがあるぞとか、あんまり自慢しちゃいけないか。そうですね、あ、そうですか、まあはい、はい、わかりました。ところでね、その、豊坂の公民館というと、なんかこの行事というかイベントがたくさんあるようなんですけども、これですかね、ちょっと写真などで、はい、はい、それでちょっと説明していただいていいでしょうか。はい、はい、これは、これはあの、6月の第1日曜日に毎年行われております、球技大会の時の写真になりますけれども、はい、球技大会で行われているソフトボールの写真ですね。あ、ソフトボールですか。はい、他にも何かこうされてるんですか。あとは、これは女子、昔は女子が、あの主な女子の種目だったんですけれども、ソフトバレーボールになりますね。今はちょっと参加人数が少なくなってきたということで、男子も1チームに3名まで OK ということで、混合で、はい、混合で やるようになりました。あ、これやっぱりチームっていうのはどのぐらい、ソフトボールも、うん、あのソフトバレーボールもペタン、この後のペタンクもそうなんですけれども、豊坂地区6地域ありまして、はい、全ての地域参加してやるという。ああ6チームで、はい、そうなんですか、楽しそうですよね。そうですね、はい、あの体育館も去年、一昨年新しくなりまして、はい、去年はその体育館で初めてソフト、うん、あのバレーボールを行った新しい体育館で、はい、なんかいい体育館ですね、綺麗で ね、 そうですね、新しい、あの壁なんかも全部あの地元産の、から松を使って作ったという体育館になりますね。いいですね。はい、それで次はどうですか。はい、これは何ですか。これはペタンクをやっているところですね、豊坂小学校の横にあります、あの豊坂保育園の園庭を借りまして行っておりますね。こちらは皆さん楽しそうにやってますね。ペタンクっていうのはどのような競技なんですか。簡単に言いますと、簡単に言うと、土の上で行う、カーリング
みたいな形を想像していただければと思うんですけれども、あの私知らないんだけども、ピャッとこう、ね、頭に入ってきますね。そうですか。いい的確な説明ですね。土の上で行うカーリングか、はい、分かりました。はい、これやっぱり6チーム、ね、そうですね、はい、あとじゃあのペタンコは男女に分かれてますんで、男女各6チームということで、じゃあ12チーム、はい、12チームで行っております。あ、そっか、あのこう投げる人とこう吐く人、あ、吐かねえかやっぱり吐かねえなやっぱり頭の中でね、ペタあの借りる時とここ吐いたりするんで吐くのはねえな。はい、そうですね、はい、あとはどんな競技があるんですか。あとはまあ、老人クラブの方に、あのお力をお借りしてやってるんですけれども、ゲートボールを行ったりしてますけれども、ちょっとゲートボールの方も参加人数が少なくなってきたということで、今年はどうしようかなというところで、ちょっと頭を悩ませてるですか。はい、球技大会はそんなような内容で、はい、はい、他にもどんなイベントがあるんですか。はい、これはこれはお盆8月14日に毎年行っている盆踊り大会があるんですけれども、その設営の様子ですね。あ、お盆踊りでなんか玉入れなんかやるんですか。いや、これは、ちょうちんの電源ケーブル引っ張ってきてるんですけれども、踊りやってる間につまずいて怪我されてはいけないので、上を落とすために、上に上げるために、そのために、はい、分かりました、使ってます、はい。でこの次はこれはこれも準備ですか。準備の風景ですね。役員さんたち皆さんで協力し合って準備しております、このなんていうんですか、舞台っていうか真ん中にある自分たちで作るんですよ。そうですね、工事現場で使われるような足場を組み立てて使っております。プロの皆さんがやってくれる。いや、もう私たち役員素人で一生懸命怪我のないようにやっております。はい、次はこれは、これが本番の風景ですね。 お子さんから大人の方まで幅広い年齢層の方がご参加くださってます、これたくさんいますね。これ20、30になってるんですかね。わ、そうですね、すごい人手ですよね。これ見るともね、すごいですね。ちょうどお盆のお休みのところなので、豊栄へ帰省されて戻ってきたお孫さんとかを連れて、おじいちゃんおばあちゃんが来てくださったりしています。他の地域でもね、昔はやってたんだけども、今はあの中止になっちゃったってことも多いですよね。そうですね、素晴らしいね、今でも続いてるってことはね。これもこれ、あ、これは、これは10月に行っている運動会の市民運動会の風景です。これもたくさんいらっしゃいますね。そうですね、最初のプログラムとして集合大会というのをやっておりまして、各地域の参加者の数の多い地域に得点が多く入るという、そういうことになってますので、やっぱり各地域で皆さん大勢ご参加いただいてます。あ、そうですか、はい、次の写真はこれはですね、去年から始めた新しい種目なんですけれども、豊坂地区も、高齢化がだいぶ進んでまいりまして、若い人だけじゃ運動会っていうのができないんで、お年寄りの方たちにも、大勢参加できるような競技がないかということで、丸バツクイズというものを行いました。なるほど、面白いね、はい。それがこれですね、はい、はい、次は何ですか。はい、あ、これは、これはですね、子どもたちが、そうですね、来年あの小学校へ上がる、保育園の、園児をお招きして毎年やってるんですけれども、風船拾いという。あ、風船拾い、はい、あ、よく、来年入ってくる児童が風船拾いで旗拾いとか、ね、そうですね、それですね、はい、あ、分かりました、そうですか、はい、次は、はい、これは玉入れ、そうですね、
ただ玉入れも、ボールの数を決めまして、うん、で、ボールもちょっと、柔らかいプラスチックのボールを使いまして、決められた数をいかに早く入れるかという玉入れの早入れ競争になりますね。あ、はい、これ次はですか。はい、これは11月に開催しています文化祭の様子です。はい、これはどこでやってるんですか。これは小学校の体育館で。あ、なるほど。小学校と共同で開催しておりまして、うん、一番前の方に児童の皆さんが並んでいまして。いますね。あ、なるほど、はい、この前に、児童の皆さんの学習発表会という形で。あ、なるほど、はい、ああ、教材でね、わかりました。はい、次はどんな写真でしょうか。はい、これもあのその時の様子ですね。うん、ああ、これも地域の方が、はい、地域の方にで出演していただいて、豊坂地区の方言に関する小話ということで、なるほど、面白いことやってますね。はい、次は何でしょうか。はい、これは何か展示してるんですか。そうですね、地域の方々にこんな、写真撮ったりとか、うん、パッチワークやったり盆栽育てたりとか、そういったものを展示品ご提供いただきまして展示しております。あ、皆さん、この地域の方が作った方、地域の皆さんの作品です。あ、なるほど、はい、でこの次は何でしょうか。はい、これは何ですか。これはですね、毎年1月の、はい、半ば頃に行っております、座禅会の模様ですね。あ、どこでされてるんですか。小学校の上に、豊坂地区では有名な、うん、あの明徳寺というお寺がございまして。あ、例のそのカエル合戦。そうですね。あ、はい、なるほど。あ、座禅会を、はい、これはあれですか、子供さんも大人もいらっしゃるんですか。そうですね、はい、あの、子供さんをメインにということで、うん、育成会と PTA と共催という形で、行っているんですけれども、はい、はいはい、次はこれはこれも座禅会の時の様子ですね。あ、これは大人ですね。はい、はい、わかりました。はい、次は、あ、これもそうですか。そうですね、はい、これもみんな、あ、これもそうです、座禅会ですね。はい、あ、何人ぐらいいらっしゃるんですか。これは100人ぐらい、そんなにはこない、そんなには来ませんね。はい、40人ぐらいですね。あ、そうですか、はい、わかりました。はい、あとは何かですか。あとはですね、はい、これは先ほどお話しましたピラミッド祭りの、準備の様子です、ね、準備ですか、はい、これがもう、すぐあと1週間ちょいぐらいに迫ってきてますけれども、はいはい、次はこれは何ですか。次もピラミッド祭りの、これも準備ですか、準備の様子ですね。あ、あとは本番が、これは一昨年の写真になるんですけれども、真田甲冑隊の、方に来ていただいたりとか、まあ、あの小松姫の役をやった、来ていただいたりとか、たくさんいろんなイベントあるんですね。そうですね、この他にも、まあ、天の岩戸祭りとかそういうものもやってるんですけれども、はい、このツインは、あ、これは何か販売もされてるんですか。そうですね、こちらの方が、公民館の主な、役割になるんですけれども、これは公民館の婦人部の方たちが中心になって、おでん前の日から仕込んでいただいたものを、販売したりとか、まあ、あとここには映ってないんですけれども、あの男の、役員の方は綿あめですとか、そういうものを販売したりとかということでやってます。そうなんですか。はい、他にはあるんですか。これで終わりですか、写真は。そうですね、これで終わりですね。はい、それで、もうね、時間もなくなってきてしまったんですけども、先ほどお話のもうすぐピラミッド祭り、はい、今年は、5月5日ですね、はい、土曜日、日曜日なんですか。5月日曜日なんですか、5月5日ですね、いずれにしても、はい、何時ぐらいからされるんですか。
午前10時開始ということで、やりますんで、その前に子供みこしとありますが、あそこ駐車場はあるんですか？はい、駐車場はや、水上神社のすぐ横に、どのぐらい200台止められるようになってます。あ、じゃあゆっくり止められますね、はい、あとそのあそこに道狭いじゃないですか、はい、こうすれ違いなんかに大変じゃないんですか？道の方はですね、何年か前に全部舗装をきれいにしまして、で拡幅もしまして、ほぼすれ違いはできるようになってますし、そうですか、小型 あのマイクロバスも登ってこれるような形になってます。そう、あ、はい、じゃあそんなに広いんですね。あ、まあ、一部狭いところがありましてですね、そこはあの、安全協会の方にお願いして、一方通行という形でやらせていただいてます。もう一度その日にちとあれを、日にちと場所、場所は水上山のてっぺんか。そうですね、ちょっともう一回時間と日にちとちょっと、5月5日、水上山の頂上で、はい、午前10時から、はい、行っておりますので、はい、どうぞ皆さんあのいらしていただければと思います、はい。それではお忙しい中本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ皆さん、はい、ピラミッド祭り、伊豆かさん、いいね、うん、楽しそうだね、うん、神楽も出るんだで、ね、うん、あそこ行けばやっぱりほら、うん、お祭りだからさ、一杯飲みたいね、うん、あ、まあ、いつもそこ行っちゃうね。やっぱりね、お祭りっていうのはね、うん、もうすぐそこ行っちゃうんです、うん、頭が、そうそう、行くでしょ、うん、行こうと思ってます、ね、楽しそうだね、楽しい、そうそう、楽しいよ、はい、はい、うん、はい、ただ予告ですね、はい、うん、予告っていうよりもお知らせだ、お知らせだね、予告じゃ、予告は後で面白い、はい、要はね、はい、この4月の29日、はい、日曜日ですけどね、はい、西条山で自然と歴史のハイキングっていうので、まあ、毎回やってはいるんですけどね、今回もまたやります、9時30分集合で、集合っていうか9時30分から出発、はい、林さんのね、ご案内でね、西条山巡ります。いい、はい、これちょっとね、雰囲気いいかなと思ってるんですけどね、ぜひ参加いただき、まあ、ちょっと予約受付っていう形でやりますのでね、はい、ご参加いただければありがたいなというふうに思います。まだ余裕ありますので、はい、ぜひご参加いただきたい、はい、お願いします、ね、参加してください、はい、はいはい、じゃあ来週、はい、来週は、来週はですね、これちょっと難しいんだよ、ね、信州松代千本桜大作戦って、お、うん、江戸東桜をね、増やす活動っていうのをやって、ちょっとね、うん、聞いたことありますね、あるでしょ、うんうん、それやってんの、うん、これね、今度は会長さん、杉山さんという方で、長野環境パートナーシップっていうのが会長さんやって、その下にね、小動物、うん、小生物のね、生育環境保全プロジェクトっていうのやって、そのが担当してね、山本克彦さん来ていただいて、一応、うん、あの牧野さんもね、ちょっとお願いしようと思ったんだけど、ちょっとね、出張でダメだっていうので、そんな形で動いていきます。よろしくお願いします。はい、そんなことです。いいですね、いいですか、はい、はい、いいですよ。なんか今片桐さんがね、お忙しそうなんでね、うん、ちょっとね、見ちゃって、いいね、そこ入ってくれって、はい、はい、じゃあ、ということで、来週のしゃべくりましょう、どうぞお楽しみに、はい、お願いします。